今日は最近ハーレムにオープンしたショッピングセンターのご紹介です。最寄り駅は2番3番ラインの125ストリート、駅を出ますとレノックスアベニューと125ストリートの交差点に出てきます。すでにビル内のいくつかのお店がオープンしておりますが、1階部分には有名なホールフーズが夏にオープンする予定となっております。こちらのアメリカンイーグルの他にレストランや家具屋さんも入っております。